どうもこんにちは。美術をもっと楽しもうをモットーに動画投稿しています小柳先生です。皆様、今回はお久しぶりの告知の動画となりました。ほんと久しぶりなので、美術の解説違うんか、じゃあええわっていう方も最後まで聞いていただければ嬉しいです。ではもう早速本題に入っていこうと思うんですが、大きく分けると2つあるんですけど、まずは1つ目、なんと添乗員としてお世話になっております阪急交通社様から小柳先生と行く美術館ツアーが発売となりました。どんどんパフパフ。いやー、とうとう小柳もここまでになりましたね。立派な大企業様のツアーに名前が載るほどになっただなんて。ただトップの画像がこのぬいぐるみだったらちょっと舐めてんのかなって思われたら大変なので、中の人の写真となっているんですが、それでも嬉しいことですね。なので私と一緒に美術を楽しんで、お食事も普通のツアーよりはちょっとこだわった美味しいものを食べて、あー大満喫のツアーとなっています。大阪梅田出発しか今はないんで恐縮なんですけど、8月に2つのコースが販売されています。1つは王道の徳島の鳴門にあります日本最大の当番美術館、大塚国際美術館をみっちり引きずり回し楽しい解説ツアーです。私と一緒に館内を回って自由行動もして美味しいものも食べてってコース、ご昼食は淡路島のリゾートホテルモアナコーストさんで、淡路島徳島の旬の食材を使用したイタリアンコースとなっています。そしてもう一つの美術ツアーは、この夏大阪で大盛り上がりを見せます2つの展示会、あなたは怪しいのと美しいのとどっちがお好き？ということで、怪しい展とポーラー美術館展のアンギャツアーです。まずは梅田の阪急さんの会議室で、私の方から2つの展示会についての講座をみっちり聞いていただいて、その後みんなで電車に乗って大阪歴史博物館の怪しい展へ、そしてその後マリオットホテルで、マリオットホテルでお昼ご飯を食べて、パエリアとかね有名なんですけど、西洋料理のコースを召し上がっていただいて、阿部のハルカス美術館のポーラー美術館展へ行っておしまいっていうコースです。このコースはもう距離も近いので、みんなで遠足みたいに電車を乗り継いでワイワイ行きます。会場の中での私のご案内はできないんですが、その分みっちり講座を聞いていただいて、資料もお配りしますんで、それを見ながら実際の作品をご覧いただきますね。出発日はこんな感じになってます。ちょっとコロナがあって気にはなるんですが、美術館はまあ喋んないしね、この状況にちょうどいい観光になるんじゃないかなって思ってます。概要欄にツアーのリンクを貼っておきますね。大阪以外の方もいつか遠征するから待ってて。さて告知2つ目ですが、私のオンライン講座で新学期が始まりますということです。何かっていうと、私ストア科さんで美術の講座を持たせていただいてまして、基本的には1回ごとのお申し込みの講座なんですけど、その中の1講座だけ10回コースで西洋美術史を古代から近代までじっくり楽しく学ぶっていう講座があるんです。2月に始まった第1期生がもう今月で終了になりますんで、来月4月より新学期ということで、新しく受講される方を募集しています。まあね、最初から10回コースのお申し込みってちょっと勇気がいると思うんで、よかったらまずはオンライン講座がどんなものなのか単発の講座を受けてみていただいて、そしてそれが楽しそうならっていう感じでいいんじゃないかなって思ってるんです。 Zoom っていうアプリを使うんですけど、使い方もとっても簡単だし、
もし用事ができてリアルタイムで参加できないよっていう場合とか、復習のために録画視聴もできますし、こんな感じの手作り資料もお作りして、楽しくでも本格的にをモットーにやっていこうと思ってます。それ以外にも単発の旅行の講座、学科の講座などありますんで、よかったらステイホーム中にちょっと美術の習い事してみませんか。というわけで、それが2つ目の告知でした。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。